Yes. What? Yes. バキブくんのラジオくんです。ということで本日はラストラフバンドルということでね、新しくジョーカーの仲間たちがやってきました。まずこれね、ジョーカースタイルチェンジもできるよ。ハットもかぶれますし。コートも脱げます。まあでも俺これが一番かっこいいかなと思ってます。であとこのなんかポイズンアイビー、これ僕ちょっとあんま知らないんですけども、わーおセクシーで、これがねすごくない、マイダスレックスって言って、なんかマイダスがね機械化、多分これ首から下機械だよな全部。ということで本日はこの3つのスキルを使ってソロで遊んでいきたいと思います。まずはジョーカーからねやっていきたいと思います。マーベルカップもおおいっぱい楽しみなことがあるなー。ツルハシも全部セットだからね今。めちゃくちゃ悪そうだな、今までにない感じ、靴とんがりすぎ。めっちゃかっこよかったな。ちょっとジョーカーって言ったらなんか爆弾のイメージあんだよな。爆破されるとしたらまあザ・ルインがね多分なくなると思うんで、ルインに降りましょう。コントロールもねついてきたんですよ、このトランプみたいな感じで。ジョーカーっぽいよね、ジョーカーっぽいよな。俺結構ジョーカー好きなんだよな、悪役だけども普通になんかかっこいいかっこいい。まあ、ジョーカーにもさいろんな種類あるじゃないですか、キース・レジャーズ、いろんな役者があると思うんですけど、その中でも一番最古な見た目、まあコミックのやつなのかな多分これは、してますね。ということで早速ガンガンさばいていくー。やべ危ねー、最高じゃねジョーカーに煽られたらなんか許せるよな全然。あ、すいませんでしょうねって感じだわ。さあ早速あさりながらねジョーカーの後ろ姿とか見ていきましょう。このなんか後ろにさ玉手箱みたいなのあんじゃん、これどういう時に出てくるんだろう。武器悩むな、ちょっと踊らせよう。ジョーカーって基本的に最古だから踊らせまくりましょう。ということで俺の餌食になりたいやつはいるか。なんか僕あんま分かんないっすよフォートナイトのあれこれ、分かんないっすけど、なんかジョーカーのスキン着てたら舌打ちしても許される気がするな。基本最古だからな。てかロケランとか欲しい。やっぱジョーカーって言ったら爆弾ブンブンブンみたいなイメージがあるんだよな。いますねー、踊らせてー、あれどうにかして。いたー、バレてるー、バレてたー、出てきた。待てー、間違えた、ごめんなさい。うわあ危ねえ俺ちょっと今自分で笑ってて思ったんですけど、俺笑い方ジョーカーに似てないですかやばいぞ、このスキン使ってるとなんかサイコになった気がするな、気をつけなきゃ。ガス缶燃やせ、ガソリンスタンドも燃やせぽいわぽいわぽいわ。あれちょっと一つ気づいたんですけど、この車ジョーカーカラーじゃね、いるかなドゥームドメインめっちゃクラクション鳴らしながら行く男、うわいるなー、ちょっと待てや、すぐ逃げれるからなあそこ、怖いよ怖いよ、閉じ込めたよ、ごめんなさいごめんなさい、閉じ込めたぞ、よし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 、へい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 。ジョーカーがなんで口裂けてるか皆さん知ってますか？めっちゃ笑ってるっていうの、これちょっとグロテスクな話になっちゃうんですけど、幼少時代にお母さんがお前なんでそんな変な顔してんだよみたいな、もっと笑えよって言って口をナイフで裂かれたっていう、怖くない？めっちゃ出て出て僕と遊ぶ、キモいよ俺ごめん、ちょっと待ったらキモいことに気づいた自分が。チャンネル登録して、ちょっとみんな聞いてくれ、このツルハシもう一つジョーカー二つツルハシあるんですけど、こっちの方がやばい、まず叩いた時の音が笑ってる、しかもこれ叩いてる時だけじゃないのよ、いきますよ出すたびにうるさい、これずっとこれで移動してたらマジで最高だよ本当に。まあジョーカーはね名前の通りジョークイヤー、まあ、冗談ですからね全てが後ろだ、ええ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 え
やったね。イエーイ、ロケランゲットー、嬉しい。ジョーカーにロケランもセットでしょ。 TNT とかなんか戻ってくる噂ったけど、どうなんだろう。おぬつはいる。もうアイアンマンはいなそうだな。まあ、いかにねこっそりいけんのかっていうところですからね。いるね、後ろです。よしよしよし、まだいるよ。やべ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 、ロケランからのよっしーラストラフバンドル、最後に笑うのは俺だ。イエーイ、あぶねーあぶねー、キャッチロケラン、あ、何やってんだ俺、何やってんだちょっとジョークが過ぎちまったようだ。自分にロケラン割ってちまったぜ。いるね、ロケランパワー。イエーイ、ロケランパワー強し。あんな遠くにいるの、あいや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 、つも当たった、嬉しいんだけど。普通に上からタカシでポンポンポン、タカシ当たんなかったか。見つけた、最後最後はちょっとね、やっぱりロケランで行きたいよね。グッバイブービー。あー、爆弾じゃなかったけど、まあ勝った。そして勝ったらなんか出てきた。まあまあまあ、ピエロだからな、許されるわ、ジョーカーなら。ちょっと次はね、ポイズンアイビー。なんか保健室の先生こんな感じだったな。この子で遊んでいきたいと思います。 DC シリーズなんで、まあ、ジョーカーと仲良しな感じなのかな。ということで、ちょっとポイズンちゃんはね、なんか草むらっぽい感じなんで、ウィーピングウッズいきたいと思います。ウルバリンクローゲットできたらマジで最高だな。うわ、すんごい緑、今どこにいるのかわかんないよ。カモフラージュ率 100% を上げたいと思います。ということで、上からウルバリンさんいますか。ウルバリン、なんかこんな女の子いたらすぐに出てきそうだけどな。お前かわいい、爪あげるって言ってきそう。あ、あ、あ、レーザー光線ビビビビビアサルトで倒し切った時ってめっちゃ気持ちいいよな。村ポン持ってるし、やば。ちょっとパッパとウルバリン探しますか。ちょっと僕これ気づいたことがあるんですけど、このツルハシね、ほらツバみたいに出てくるんだよね、このお花から。怖くね、めっちゃ怖いんだけど。なんか絶対いい匂いする。でも多分綺麗なお花だから。そして俺は今見逃せなかった、向こうで散歩中のウルバリンをな。あ、いましたね。はーい、私とデートしない？ヘイ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 、これが私流のアプローチよ。弱い男は嫌いだわ。ちょっと暇だし、ゴージャーでも倒すか。じゃあな、ゴージャー。どうしようかな、武器迷うな。ロケランは持たなくてもいいな。金スカーとかやば。いや迷うな、どうしよう、持とうかな。ロケラン持つか、強いからな、シンプルに。これさ、木の上とか絶対バレないよね。ほら絶対にバレない。めっちゃ同化してるもん。同化してるぜ。いた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 、割った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 。どこにいるのかもう分かってないだろうな。やったねー、いるなー。いやー、あれ入っちゃうよなー。うわー、ごめんねごめんねごめんね。よかったわ、入る前に倒せて。あ、ここで戦ってたのね、だから撃ってたのか。あ、降りてるし。待って、裂け目使わないでね、絶対に。裂け目絶対に使わないでね、お願いしますよ、お願い。痛い痛い、痛くねえか普通に。でよっ、ふぅー、やばい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 。いやー、よかったわよかったわ、なんとかなりましたわ、なんとかなりましたわ。降りてこい、おい、これで倒す、たまにはな。あぶねえ、嘘でしょ、危な。やべえな、めっちゃロー、そしてアンチがめちゃくちゃ遠い。あ、裂け目使えばいいのか。これはかなりの IQ プレイだと思いますね。アンチがバカ遠いんだよな、届くかな、大丈夫かな。
オッケー。まあでもこの人緑の人だからさ、ちょっと水やりやったら回復するとかあってもいいと思うんだよね。よい、強いんだよな、ウルバリンクロー普通に。うわー、うっそ、ワンパンされちゃった。チャンネル登録して。最後はマイダスレックス、これが一番欲しかった。よう、俺がマイダスだ、生き返った。よし、もうマイダスと言ったらもちろん皆さんせーのせーでスターク・インダストリーズですよね。ちょっと最後は暴れたいです、一回ごめんなさいね。うわー、背中がピューピューしてるわー。まずはここをぶんどって、えい、かっこいいな、なんか首元まで入れ墨しっかり入ってるみたいな感じ。えい、さようなら。君が取材がないことなんて分かっていたぜ。かっこいい、やっぱりなんか機械感あってすごいいいね、エクゾディアみたいな感じ。うっしゃ、ミシックもゲットしたし、ちょっと離れますか。ちょっとツルハシ見んの忘れてた。ツルハシもかっこいいな。なんて言うんだろう、なんかあれだよね、サイクロじゃなくてさ、ドゥームデバイスだっけ、あん時に使ってた装置に似てる何かが出てるな。マイダスの計画はまだ終わっていないのかもしれない。お前、俺のところだよ、ここは。気づかれませんように、気づかれませんように。後ろからドン、うまいね、ほんとみんな M が。ルイン初裂け目方面行き、ショックウェーブランチャーが行きます。うわー、当てて。よし、油断してた。うまいる、かわいそすぎる。それは突っかかるよな、結構建築しててさ。痛いよこの人も。痛い、自分から出てきてくれたら空打ちするかなと思ったら自分から役割に来てくれた、ありがたかった。今のは本当に奇跡に近い。わお、危ないね、危ね、危なさの極みよそれは。危なー、点点しようとしてる。ノーテンです、ノーテンです、それはノーテン。あー、最終アンチルインから外れちゃったか。ルインでなんか戦ったらすごいロマンチックだったな。こっそりこっそり、マイダスが生き返ったことは彼を知らないでしょう。知っていたー、知っていたー、知っていたー。あ、いる、スナイパーで頭抜きてー、ドピューン、うわー、それはいいなー、めちゃくちゃ羨ましいわ、車ね。危ない、危ない、ちゃんと狙うことが大事ですからね、このゲームは。ありがとうございました。自分を信じて、怠慢しろって言われてる。了解、行く。マイダスの威厳をかけて俺は戦う、行くぞ、レッツゴー。怖いなー、怠慢とかめったにやんないからなー。あ、立て詰めミスってる、勝ったな。よし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 、よっしゃ。うん、あ、危ない、なるほど。いやー、高っ、落下種の可能性もあるからね。さあ降りてきなさい、うまいぞ、かなり。降りてきて、やばい、下崩されてるぞ俺たち、下崩されてるよ、危ねー、やばい、下崩されてるよ、どっから垂れてるか分かんないけども、なんとかタイマーには勝てたぜ、よかった。やってやろうか、俺もタイマーしようぜ、タイマー。痛い、おいよ。まあいい、その気がない人だってたくさんいる。木の裏は安全じゃないということを覚えとこう。シールドも着てないよ、シールドも着てないよ。ちょっとプロっぽいことしよう、これ、こんな、なんかうまくない、うまくない、うまくない、うまくない。おっと、ショックウェーブからの、あー、これが生き返ったマイダスの力だ。
かっこいい。ということで皆さんもね、このラストラフバンドルね、まあ大体3000円くらいで1000ブーバックスついてきて3つのスキン、しかもこのスキン3つめちゃくちゃかっこいいんでね、おすすめです。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。してくれたら最後に笑うのは僕です。